よーし、今日もやるか。大きな手袋をできるとか言って。ダイナスコー、腹の始めと回ろう、もう一回。おい。マジ適当な金属の棒を用意します。鍵穴に差し込みます。外れます。この道を何だと思ってやる。っていうか説明も雑だ。ふざけんなことやろう。だって外そうと思ったら外せるし、開けようと思ったら開くんだから、勝手に開く方にも原因があると思います。そんな暗黒の平日みたいな理論が通るか。そんなに捕まりてえかてめえ。難攻不落の要塞上、絶対絶命グランプリ。へつだって前向きだけど、へこんじゃうと決まる。でも下ばっか向いてたら、せっかくの人生つまらない。今日も元気に楽しく、ほら一緒に抜け出そう。なんだこのノリは。捕まってれば人生と矛盾不可解。そんなことない。おばとはこれくらいがちょうどいい。怒られてしばかれて、でもやめられない。だって君は面白くて乱暴。そうだろう、そうだぜ。僕らの絶対論、ナンバー1151619125が復活の呪文。扉を破ったらもう一回、牢屋抜け出したらもう一回、監視の皆様ワンモアチャンス。ライフはもうゼロよ。最強最悪魔王道、全身全霊チャレンジャー。僕らの日々はまるで監獄オンライン。画面はもう真っ暗だけど、ここまで来たのに悔しいだろう。まだまだできるよ。コンティニューさんも一度抜け出そう。ゲーム感覚でやるわ。捕まったらゲームセット。エイジンハート、いやそんなもんじゃない。遊ぶなんてくらいで味わえない。怒られるにしばかれる、でもやめたくない。全部込みでこそがエンターテイメント。そうだろう、そうだぜ。探しましたよ、ふーちゃん。